高松の沖合およそ8キロメートル先に浮かぶ小木島。古くは漁業で栄えたこの島には他ではなかなか見ることができない貴重な風景が広がっています。今回の高松たずね歩きは、地形や地質が作り出す小木島の風景を訪ねます。船が小木港に入ると見えてくる集落。円錐型の溶岩台地で平地が少ない小木島では、急斜面に頑丈な石垣を積んで宅地が作られ、その上に家が建てられています。その家々が密集することで作り出された複雑な路地の風情は、訪れた人たちを魅了しています。集落の北側には小木島の灯台へと進む道が伸びています。そしてその道をしばらく進むと、小木島の最高峰小見山に向かう遊歩道が見えてきます。途中二股に分かれる場所を右に進むと展望所にたどり着きます。ここからは瀬戸の多頭美を見下ろすことができ、憩いのひとときを過ごすことができます。展望所の近くには、 G の穴と呼ばれる洞窟が佇んでいます。崖の中にぽっかりと開いたこの洞窟は、採石場の跡だと言われています。また、讃岐に伝わる桃太郎伝説では、鬼ヶ島での戦いに敗れた鬼の副大将が、この洞窟に身を隠したとも伝えられています。G の穴から遊歩道に戻り、二股の場所を反対方向へ進むと、その先では奇妙な風景に出会います。数多くの石が散らばった斜面の先にそびえる大きな岩。その形が戦車に似ているということで、タンク岩と呼ばれています。讃岐岩質観覧玄武岩と呼ばれる岩の柱状節理でできており、断面の高さは9メートル、横は3メートルほどあります。タンク岩の横には柱状節理の形がよく見える場所があり、自然が生み出した造形美を楽しむことができます。周囲の石はこの柱状節理が風化などで崩壊してできたもので、岩塊と呼ばれています。石の海に浮かんだタンク岩というこの光景からは、長い年月を経て一つの景色を作り出す自然の力強さを感じることができます。玄武岩でできた柱状節理と岩塊は、香川県内では珍しく貴重なものとして、昭和51年に高松市の天然記念物に指定されています。この自然の力と人の営みによって形作られている小木島の風景は、これからも私たちの目と心を楽しませてくれることでしょう。